北高系鉄橋、または、復興鉄橋は、台湾ウリン県北高人口観察と、かよし県新仰橋竹野港、板頭の境界、北高系に係かる台湾東洋鉄道北高線の鉄道橋。現在は、ウリン県、かよし県両政府の文化資産に指定されている。復興鉄橋は、戦後の名称。鉄筋コンクリート構造の橋脚76本に、 H 型港の橋桁74本がかかるビーム橋と両端の舵、式ガーダ橋2本から構成され、全長は大東路線のみならず、台湾のナローゲージ用としては、最長の878.63メートル。また台湾で唯一曲線型となっている。鉄橋周辺の河川や河川敷には、レモンフィンバーブ、プレコなどの魚類、アメンボ、コマツモムシ、ユスリカ、 ヒメガムシなどの昆虫類、ヒメアマツバメ、ヘリグロヒキガエルなど30か70族85種生態が確認されている。このため、コビチンのコビ鉄橋から東鉄橋までの北高系流域約4 0トルの水質改善計画と並行して段階的に再利用計画が進行している。カヨシ県内では、橋の左岸側終端付近に、 新朝時代の陶磁器や銅線が出土し、それらを展示する小竹の港古外高古園区が併設され、線路際には営業時にはなかった駅風のオブジェや展望台が設置されている。また鉄橋も将来の遊歩道家に備え欄干が追加設置されている。北高天空の橋天空の橋は2015年6月に、ウリンケン川北高経雨岸の交換悟り口部分で再建された。 旧軌道跡の立橋、全長約113メートル。主に北高系鉄橋の右岸から堤防上の生活道路をオーバーパスする移民路のコンクリート製立橋部分と旧軌道部分の回廊部分、文化路をオーバーパスし、大道路に至る文化鉄橋に大別される全長860メートルの空中回廊文化鉄橋は高さ点八メートルで台湾で 標準的な4.3メートルより高度がある。打ち放しコンクリートとガラスフェンスによる開放感あふれるスロープが堤防後岸上にかけられ、終端は軌道式を再現し、アズマヤも設けたスチール製のスロープが大道路まで続いている。2016年にはイタリアの建築雑誌ザプランが選定するランキングで500件、中高共空間部門でトップ20に選出された。 また、中国の建築賞、WA 中国進む2016年度の加速に選ばれている。北高女児橋、北高女児橋は、北高系下流側に新設された自転車、歩行者用の公共。北高系を母なる川に、橋を少女に見立て、名称は、新朝時代の白和小説で総雪ゼリが表した、高ームにある、女人税水通る的骨肉にちなんでいる。 路面はガラス張りの覗き穴が施され、川もを見ることができる。北高系対岸の途切れた、鉄橋直上まで迫ることができる。2012年7月13日に着工。工事中は、水害対策として仮設橋を対岸まで先行付設することで、期間中の3度の洪水でも無事故で完成を迎えた。新たな橋桁は1年後の夏に仮設を完了し、 周辺整備を経て2014年1月27日、共用された天空の橋と除地橋は、台南市の南英天文、教育園区クプラネタリウムなどで実績のある台湾の建築デザイナー、両秀達が設計を担当した。除地橋と海洋主県側の現存する軌道跡を物理的に連結し、空中回路を野外鉄道博物館とする構想が進行中。 ウリン県政府が推進する、北高復興鉄橋及び周中景観改善工程は、中華民国不動産共振開始祭2015年国家卓越建設、進むの最下環境文化類で、近出進むを受賞している。2018年、中央政府が第2期計画に補助金交付を決定した。女地橋に関するカテゴリー、北高天空の橋に関するカテゴリー、ありがとうございます。